のつぶつぶで紹介しておりまで終わりません。続きましては、ダンボよりダンボーですね。はい。ダンボに関しても、初期面だったと思うんで、まあ、M サイズだけど、大して消せなかったはずだったと思うんだよね。うん。縦と横だったら、どっちに消すスキルの方が数多く消すんだろうな。ハプ的にはなんか、イメージ横な感じがするんだけど、必ずしもそうはなってないのかな。まあ、錯覚だったりする可能性があるからね。あれ、あれ、ちょっとスキル押したのに押ってね。ぽよん、くる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 ってね。M サイズだって20個いかねえんだもんな。相当やべえよな。そら、昔のスムはね。せめて、こう、なんか、ポイントが、なんだろうな。ポイントじゃない。スキルが溜まるのに、もうちょっとその、数が少なくなるとかっていう補正かけてくれたらいいんですけどね。まあ、そうはならないってところかな。ほい。ぽよん。ダンボって、なんか実写になったことあるんでしたっけ？実写、どうなんだろうな、面白いのかな。まあ、アニメの方も実は見たことがないんでね、ダンボっていうのが、そもそも耳の大きいゾウさんくらいの情報しか知らないっていう、すげえ雑な感じなんだけど。ねえ。あとは、ディズニーランドで乗れるくらいかな、ダンボに。ああ、ありましたね、ダンボのアトラクションね。僕は映画っていう基準がわからないものに関しては、だいたいディズニーランドとかね、ディズニーシーとかっていう方向に持っていこうとする傾向があるんでね。はい。だって好きなんだもん。娘ちゃんの1歳の誕生日にはね、奥さんがね、もうぜひ連れて行って、って、連れてって、っていうことを、ね、言われてるので、もうね、あれですよ。もう喜んでっていう感じですね。はい。ということでね、ダンボ縦に潰していくつむでございました。ではまた次回、バイバイ。